受験期チョコ食いすぎて明治から企業案件来た、どうもコバです。受験期は一人ぼっち、どうもサイコです。今回はね、数学の参考書のおすすめと、そのおすすめの本の使い方を僕たちが解説していきます。数学の勉強法も含めてね、数学の参考書めちゃめちゃ多いし、いいやつからさ、もう悪いやつまでめっちゃあるということで、うん、やっぱ高校生何もわからんし、やっぱ選びにくいと思う、うん、だからそれを俺らの経験をもとにして、どの参考書がおすすめか説明していこうかなって感じです。まあ高校生何も知らんから間違えて、僕らがちゃんと説明してあげないと、うん、あの計算ドリルとか百マス計算とかちょっと計算とかね、基本的計算とか買っちゃう人出てくるか買っちゃうから、うん、だから僕らがしっかりおすすめしてあげないとと思ってこの動画を撮ってます、うん、であと何この本棚ゆるかなと思って、やっぱあんまこの小規模の本棚でやるやつおらんねん。だいたい第5ぐらいのでかいあの本棚で壁埋め尽くすぐらいじゃないとこれやらんねん。この一人暮らしの本棚でやるやつあんまおらん。そんなんで説得力増さんからさ、漫画も入ってるしね。しかもなんで漫画、お前素数感しかない。漫画素数感だけ読んで理解できる？素数があんま好きちゃうから俺かな。まあ切り替えて、うん、参考書紹介やっていきましょうか。まあ、まず、うん、数学の勉強法って俺は2段階ぐらいあると思ってて、うん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 、まずその典型的な解き方とか公式とか、うん、数学を知るというか、うん、もう基本的なことをもう覚える段階、インプットの段階とかね。その次が、うん、第一段階で覚えたことをどう使うかとか、うん、道具ってあるやん、うん、公式とか定理とか、うん、それをどういう問題でどのように使うかを学んでいってアウトプットする段階。まあまずその第一段階の参考書、うん、これ青チャート、青チャート、はいはい、定番ですね。これしかないと思ってる、うん、これ何がいいかっていうと、もう問題が全部網羅されてるわけよ、典型的な問題が、はい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 、絶対これ数学解く上で絶対必要な問題とかがもう全部入ってるよ、うん、この参考書は、うん、まあ、量も多いけど、うん、これぐらいやらないと数学はやっぱ得意にならないというか、できるようにならないんで、うん、絶対に最初はこれを完璧にするべきだと思います。で、まあ具体的にどう使うかっていうと、うん、まあ、例題があるわけよね、例題と練習問題も、例題しか選んでいいと思うんやけど、うん、その例題が1分でもわからんかったらすぐ答え見てもう暗記するっていう、あ、そんぐらいのスピードでいいと、うん、もうインプットの時期やから、そうそう、それないと効率悪いし、うん、でも分からなかったら答え見て、うん、まず理解して、覚えてない公式がとかあったらチェックして、それをもう何回も繰り返すべきやと。それでまあもう理解できなかったらもう先生に聞きに行くとか友達に聞くとか、絶対にもうこれこのレベルは完璧に全て理解しなあかんと思う、うん、これやればお前基礎固めはもうほぼ硬いと。そうそうそう、だからもうこれ以外はもう基礎固めとしてはやらんでいいかなと思う。あと青チャートでちょっと難しいなっていう人とは、うん、まあ、難関大やったらもうこのレベルで絶対完璧にしてほしいんやけど、センター試験しかいらないとか、うん、国公立とかレベルの人は、うん、まあ、黄色チャートとか白チャートとか、まあ、自分のレベルに合わせてやった方がいいかなって思います。数学って、うん、あの発想力芸とか才能とかって言われがちやけど、うん、もう最初の段階は全員多分この解法を、うん、典型的な解法を全て暗記するっていう段階から始まってると思う、得意な人も、うん、みんな俺らとかもそうや、そうやな、もちろん数学できるようになる段までにはこの段階解法を全部インプットするっていう段階が必要だと思う、まあ、地道な作業やけど絶対数学力を伸ばすためにはこの段階が必要やつ、うん、青チャートとかもチャート系の網羅系の参考書もはもう夏休み以内にはできるだけ終わらせたいかなって思う、うん、僕はまあちなみに夏休み何もせずにあの9月10月から青チャートやり始めてめちゃめちゃ焦りながらもうそのタブーと言われるこの青チャートの基礎固めやりながら演習っていう一番ダメなことやってたんやけど、まあなんとか合格しました。はい、まあ、だからほんまにしんどいから、それは、うん、その反省生かしてるね、そうそうそう、絶対出るな、もう涙出るぐらいしんどかったから、その9月10月11月は泣きながら、泣きながらマジで青チャートに涙ポロポロ落ちてた。なんでこれ夏休み俺やらんかったんやろなってたから、ほんまにしんどいから絶対夏までにはもう死ぬ気で夏頑張ってください。いろんな参考書でそのインプットしたことをどのように発揮していくかが一番やっぱ入試は大事やんか。どうやってその自分が持ってる知識を使うかの、やっぱそれもやっぱ練習がいるわけやから、本番でそんなんババってできるもんちゃうから、そこでやっぱ一番いいと思うのは俺はプラチカ。うん、プラチカは何がいいかっていうと、そのやっぱ問題数めっちゃ多いし、やっぱ網羅してる、いろんなジャンルの問題網羅してるのと、ほんまに入試問題そのまま過去問を使われた参考書やから、本番に近い形で
問題演習できると。ハオチャートで貯めた知識を活用していく。そうそう、うん、貯めてるだけじゃ得点力に結びつかんからね、うん、やっぱね、何が一番入試で求められるかって、知らん問題に対しての対処法なんや。絶対入試問題ってさ、ほぼほぼ今までないような問題出てくるわけやんか、うん、初見の問題が。 それをあの決められた時間解くには、やっぱりその相場力、即興力が求められる。お笑いと一緒でツッコミと一緒で。どう使ってたん、プラチカは。まず解くやんか、うん、1日まず何問とかと何問解くか決めて解くんやけど、うん、そんなでも何分も考えへんねん、ほんまに。本番意識してな、うん、10分わからんかったら答え見る、うん、を繰り返して、わからん問題にはチェックつけて、またそれ一周終わったらまたもう1回できんかった問題をやり直す。僕はプラチカをだから3周やりました。それやったらほんまに巨大の過去問に入った時にめちゃめちゃなんかスムーズに入れた。この段階で一番多分模試とかでも偏差値上がってくる、うんうん、基礎固めのアウチャートとか、うん、チャート解いてる段階ではあんま上がらんと思う、うん、基礎の固めをしてるだけ、うん、模試とかでもう見知らぬ問題に対応する力はプラチカとかでつけるってことね。一個注意点があって、チャートとかでその基礎固めができてないうちにプラチカやるのは危ない、うん、プラチカそんなに解説はめっちゃ丁寧ってわけじゃないよ。そう、タンパクやから、うん、でも全然タンパクって言っても丁寧、ね、そう、基礎できてる人からしたら、うん、普通にああなるほどなみたいな解説やから、焦らずにもう基礎固めする、うん、時間がなくても絶対基礎からっていうのは鉄則やな、うん、勉強の。本番の演習前にやりたいんで、やっぱ10月終わるまでには終わらせてきた。まあ、10月、11月やな、うんうん、12月入ってくるとセンター対策とか入ってきて、センター対策あるし、そんなプラチカをそんな受験前 そのセンター後には絶対もうできんから、うん、気持ち的には問題数もあるし、うん、問題数あるし、できんから絶対10月、11月をめどに終わらせてほしいですね、はい、やっぱさ、青茶、プラチカと段階踏んでやったとしてもさ、やっぱ苦手分野は出てくるわけやんか、そういう時に使うのでやっぱりさ、その1対1対応のあのシリーズ、有名なね、有名な、マジでこの参考書はほんまに良書、これで一気に理解が深まったね、ほんまに、ほんまにマジで1対1強、マジでファンダイクあれほんまに数学界のファンダイクぐらい1対1強、1対1対応はもう数学界のファンダイク特に微積編はほんまにおすすめです。微積ってさ、なんか何やってるかわからんやんか、そうそう、よく仕組みとかが、うん、仕組みとかもなんか理解できるような解説になってるから、微積はもう、うん、どんだけ量こなすか、うん、微積そうやし、もうこの問題来たらこの問題みたいな、うん、決まってるのはそのセオリーが、うん、セオリーを学ぶのにはほんまに1対1対応の演習の参考書がほんまにいいです。この参考書のおかげでもうマジ微積マジでめちゃめちゃできるようになっちゃって、もうなんかアベノハルカスとか積分してタイプ求めてました求めることができるようになるぐらいまで微積できるようになります。もう続いての参考書、うん、もうこの参考書を紹介するためにこの動画を撮ってると言っても過言ではない。はい、世界一わかりやすい兄弟数学。ああ、はいはいはい、まあ、これマジでいいな、うん、ほんまにこれなかったらほんまに落ちてた、俺は俺ら落ちてたよなこの参考書、僕あの学校でやろうと思って学校に持ってったんですよ、うん、で、カバンからこれ出そうと思ったら、うん、間違いでタウンページ持ってきてました。そう、黄色いもんな、タウンページもどうも、コールセンターチャンネルです。何かお困りのことがあれば、うん、0120-444-4442ご連絡ください。ちょっと待って、どのホルンリンクルやんけんな、それ誰が書けんねん、ほぼ男やねん、俺らの視聴者と勘違いされたら嫌なんで言ってきますが、これはドームホルンリンクルの企業案件になりません。誰が勘違いすんの、もう多分、兄弟受かった人はもう全員このやつやってる、うん、この参考書ってことは、これ持ってないと兄弟に落ちるってことです。ちょっと言い過ぎかもしれんけどこう兄弟通学って書いてるんやけど、うん、兄弟志望だけにおすすめするわけじゃなくて、うん、もう多分全大学の数学を解くためのエッセンスがこれに詰まってると思ってる、うん、数学が苦手な人とか、うん、基礎を勉強しても数学ワンド、うん、数学が伸びひん人っておると思う、うんうん、そういう人ってなんで伸びひんかっていうと、見知らぬ問題への対応が下手や、うん、やっぱその持ってる知識をどう使うかがわからんってことな、そこを解決してくれるのがこの参考書、うん、その数学の問題への対応の仕方とかが全て載ってて、解説もめちゃめちゃ詳しいし、兄弟の問題を扱って数学の問題へのアプローチの仕方を書いてる参考書かな、うん、参考書分野ごとに分かれてるんで、苦手な分野だけやるのも全然ありです。僕はこれを10月、だからそのプラチカ終わった段階であったんですけど、ほんまにそのプラチカで学んだことをさらになんか洗礼されていく、難しい問題に対して そのアプローチの仕方をその、ね、論理的に言語化して伝えてくれてるんで、そのイメージがその言語化されて活用できましたね、入試本番でも。兄弟志望の人は、うん、まあ、赤本やる前に時間に余裕があったら、まあ、とりあえずこれに
望んでほしい、さらに数学を伸ばしたいとか、うん、数学でもめちゃめちゃ点数稼ぎたいみたいな人は、なんか優しい理系数学とかマスターオブ整数とかやっていただければ、もうほんまに数学力はほんまに上がるな。優しい理系数学とか、うん、苦手な人はやらん方がいいよな。解説そんな詳しくないし、うん、めっちゃ問題も難しいし、うん、だからほんまに余裕がある人じゃないと、うん、まあ手出したあかんかなって僕的には思います、うん、そう、ほんまにその通りだと思います。優しい理系数学全然優しくないし、うん、解説も優しくないんで、スターブ整数とかもう東大とか京大とか、うん、まあ、難関大って整数絶対出るもんな、うんうん、そうそう、整数は絶対強くなっといた方がいいもんな。整数こそあれやもんな、決まってるもんな、うん、そのプロセスが。だから逆にもうお前点数取れるあの分野なんで、スターオブ整数やってたらもう解けへん整数問題ないっていうか、うん、出会ってない整数問題なくなるぐらいになるから、うんうん、スターオブ整数を完璧にしようとしたら時間かかるから、うんうん、浪人生とかはいいんかもな、うん、やっぱ基礎固めで他の分野基礎固めでできてきてて、うん、それなりの力がある人はマスターオブ整数とかでさらに整数を強くすると。はい、どうでしたかね、この僕たちの参考書紹介。まあ大事、数学の勉強で大事なことは、うん、まず基礎を固める、うん、典型的な問題公式全部暗記するってこと、うん、数学はほぼ9割方暗記やから、うん、そこからもうその覚えたことをどう使うかを練習する、うん、僕たちのこの動画を参考にして、まあ、参考書買ってもらうのは一番いいんですけど、一体背伸びはしないでください。自分に合った参考書を買って、本屋で見てペラペラとめくって買っていただいて、数学頑張ってください。数学さえできれば受かることも全然あるんで、うん、他が全然5割4割切ってても数学が6割7割取れたら巨大でも受かるんで、はい、これからもね他の教科のおすすめの参考書も紹介していくんで、はい、チャンネル登録忘れずにお願いします。では次回の動画に会いましょう。ありがとうございました。一回と並行したものはほんまはやってほしいみたいな、そしたらだんだんもうそれをやり続ければほんま本番前には6割7割取れるぐらいの実績にはなってると思う。